こんばんばは。また来てくれたんだねああごめんそうだった君は僕のことを覚えてないんだここに来る直前、多分君たぶんは自分のベッドで寝たと思うんだけどそりゃ覚えてるそうベッドで眠った君は今夢を見ているんだ だけどこれは普通の夢じゃない <laughs> 不思議そうな顔してるねまあ気持ちはわかるよ君は僕が夢の中に出てくる実在しない人物だと思ってるでしょうここは自分だけの夢の世界だってでも違うんだ僕は 現実でも存在しているしちゃんと意志を持って喋ってるそれにこれは僕が見ている夢でもあるんだどういうことかっていうとうーん説明が難しいなえっとねつまりここは二人の夢がリンクした場所だって僕は考えてる ななんんでここことが起こるのかそれは僕にもわからない驚いてるね君ってここに来るといつも同じ反応するな僕は夢から覚めてもここで見たことを覚えてるのになんでか君は忘れてしまうみたいだけどそれが。 ううんなんでもないよ立ったままも疲れるでしょ夢でも疲れを感じるって変な話だよねそこのベッドに座って僕は椅子に座るからこの部屋と来たら椅子とベッドしか物がないんだいつ来ても殺風景な場所なんだよ 外が気になるの窓はそこにしかないんだけどどうやっても開けられないんだ外の景色がどこにつながってるのか見当もつかないよそこからはいつも暗い森が見えて最近はよく雨が降ってる気づいたんだけど確か僕か君につらかったり悲しい出来事があった日は 必ず雨が降るんだ。僕は今日特にそんなことなかったしむしろいいことがあったからこの雨は君が降らせたのかな何か悲しいことでもあったもしよかったら話してみてよ少しは気が楽になるかも。 うんうんへえ好きな人ができたんだその人には他に好きな人がいて振り向いてもらえないことが悲しいそうそういう片思いってすごく辛いよね僕も君と同じだから気持ちがよくわかるよ うん。僕も片思いしてる。いや、なったと言った方が正しいかな。えこの話そんなに気になるうん、そうだな。思えば一目ぼれだったのかな。初めて会ったときから、なんだか気になってて、彼女と会う回数が増えていくと、 その気持ちがだんだん大きくなっていったんだ顔を見れないと寂しくて声が聞けないと悲しくなって <laughs> すごくわかるこっちを見てほしくてたくさん努力したけど彼女には敵わないから諦めようとしたそっかでも諦めきれなくて 苦しいんだ、ね、僕はあきらめたくないなどんなに見てもらえなくてもたとえ忘れられても僕だけを見て振り向かせてみせる彼女はいつも僕のことを忘れてしまうからその度に好きだって気持ちを教えてあげるんだけど。 最後には逃げられちゃうんだよね逃げた彼女は僕を忘れてまたここにやってくる <laughs> その顔さすがに気づいたみたいだねそう君のことだよダメだよ逃げたらいい加減にしろよいつもいつもそうやって 僕の前からいなくなってさ残された僕がどんな気持ちになるかわからないわからないよね君を忘れてしまうんだから君がいなくなったこの部屋で僕一人残されて夢から覚めてもそのことを覚えてるあるわけないのに君がいた痕跡を探してしまう 君に拒絶されたことが何より辛くて悲しくて泣いてしまうことだってあるんだいつだって君は僕を見てくれない僕がどんなに焦がれても求めても僕は君は僕じゃない男を見てるだから僕ね もう我慢するのはやめにしたんだ。君を僕のものにする。いや、君はもう僕のものだ。あんな男よりもたくさんたくさん壊れるくらい愛してあげるよ。そうすれば君はいつか僕を見てくれるかもしれない。 そんなのどうでもいいことだよ。今は僕と二人きりの夢の世界をもっと楽しもうよ。ね。暴れないでまだ僕を拒絶するの <laughs> <laughs> ここから逃げたって無駄だからね。 僕から逃げ切れると思うなよおはよう。